はい、皆さん、こんにちは。ぜひからです。それでは今回なんですけども、D 払いの使い方 20% 還元のキャンペーンをコンビニで使ってきたということで、お題の通りですね、D 払いのキャンペーン中ということなんですけども、まだ僕自身が D 払いを使ったことがなかったので、まず実際に使った映像とキャンペーンのおさらいをお伝えしていこうと思います。それではまず実写の映像からどうぞ。大丈夫です。支払い D 払いでお願いします。はい、お願いします。はい、ということで実写の映像でした。まず使って思ったのは、まず決済した時に音が鳴らなかったということですね。まあ、PayPay だったら PayPay ってなったりするんですけども、最初音が鳴らなかったので決済できたかどうかっていうのが気づきませんでした。ということで一旦キャンペーンのおさらいなんですけども、現在 D 払いではこちらのキャンペーン中でして、まあ、7月の1日から7月の31日までの間に、まあ、20% の D ポイント還元で、上限が1万ポイントなので5万円分までということになってます。そしてクレジットカードが必須なんですけども、ドコモユーザーの方はクレジットカードがなしでも OK ということになってます。ちなみに今回はローソンで使ったんですけども、ポンタカードを出すことをしっかり忘れていまして、もしポンタカードを出したら D 払いの還元プラスクレジットカードの還元、そしてポンタカードで30ドリも可能ということになってます。まだですね、 D 払いを使ったことがないという方がいましたら、まだ今月いっぱいはキャンペーン中なのでトライしてみるのもいいのではないのでしょうか。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。